日本関東地方茨城県森谷市薬師台薬師台2丁目番、問井公園北森谷遊歩道薬師台は、茨城県森谷市にある地名、1丁目から7丁目まである。土地区画整理事業により大技いた豊井、い、大技、住宅の一部から新設された。郵便番号は302-0105。森谷市の北部に位置する。上層ニュータウン北森谷地区の南西部に位置する。 完静な住宅街である。北森や遊歩道沿いに小学校があり、遊歩道による歩車分離が生かされた街並みが特徴である。また、隣接する御所家休、久保家休、正木台とも遊歩道でつながっている。四丁目に、市立大井沢小学校、番戸井公園、六丁目には真由里公園がある。東は、御所家休、西は、大木、万戸井、南は緑、 住宅、北は、正木台と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、薬師台7丁目8番14の地点で68,800円、平方メートルとなっている。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。なお、薬師台5丁目の人口は緑1丁目も含む。 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上層線盛谷駅や新盛谷駅を結ぶ路線バスが地域内を走っている。路線バス地域内には、薬師台5丁目、大井沢小学校、公営住宅前、正木台1丁目、北森谷中央、第一病院前の6つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB 平成29年の人口上住人口町長別森屋市2017年8月24日閲覧市外局番の一覧総務省2017年5月29日閲覧国土交通省地下工事都道府県地下調査ありがとうございます